可愛いね。じゃあね、ももちゃん。じゃあ、お世話になりました。あ、はいはい、気をつけて。よし。じゃあ、ずっと録画してるんですよ。すごい。じゃあ、また来ます。こっちの方ですかね。ええ。あ、わかりました。ええ。あ、わかりました。お世話になりました。よいしょ。よっと。いや、しまった。寝るときって写真撮ってなかった。おお。大して寒くないな、今日は。この道なんだ。こっち来るのかな。あ、3分前だ。なんでパラついてくるんだ、雨が。ちょっとこの開けたあたりで放送開始。いろいろ外れてる。このままだと GoPro 切れる。よいしょ。で、ウェブカメラがこっちで、これでいいかな。あれ、
あれ？あ、もう30秒過ぎた。FM エリア、最初から諦めるか。自動無料延長を開始します。で、読み上げがなぜこっちに来ない。もう一度。あれ、読み上げがスピーカーの方に来ない。で、雨が降ってきたんですけど、雨が今日降らない予報だったろ。いいとこだな。ちょっと待ってください。読み上げ棒読みを再起動して、もう今日は最初から FM エリア諦めてます。あ、来た来た、よし、バッチリ。上向けて。なんで雨降ってんだよ、今日降らない予報だったろ。で、さっき放送前に GoPro 録画の時だけにもつぶやいてたんですけどね。よし、出発します。あ、オートフォーカス、ありがとうございます。寒くならなくていいですね。いや、今朝気温はそんなに低くないです。こっちの方はなんか5度台だったはずなんですけど、もう全然そんな気温じゃないな。なぜか同じ、こっから船で1時間の今日後から行こうとしてる、また電波ないんでしょうね。これから行こうとしてる上五島の方はもう朝から10度だったみたいです。まあ今日は晴れる予報ではないんですけど、そう、船に乗るために、船は11時45分で、それまでに、それの30分ぐらい前までに福江港に戻んなきゃいけない。なので予定ルートは一応海沿いずっと行くルートですけど。おはようございます。途中内陸の方ショートカットするかな。今日は城岳展望台っていうところに登っていきたいんで、何まで、次の島まではフェリーで1時間40分を、海の人、おはようございます。降ってる降ってる風景、まあだって昨日どこから出発してるし、今ユース出てきたばっかりです、ユースホステルを。今日朝から指出しグローブでも大丈夫なぐらいの気温です。デパートはないんですけど、最近大型店もちょくちょく入ってきてるみたいですよ。で、島内のコンビニのリックっていうのがついに3軒目ができたって言ってました。朝食はシシャモっぽいやつ。そうそう、夏がハイシーズンですね。で、これで海沿い出て、ご主人、昨日の夜放送ですっかり忘れてたんですけど、あ、YouTube、あの犬かわいいですよね、モジョン、そうそう、ご主人はサイクリストというか、トライアスロニストです、トライアスリート、バイクも持ってて、スペシャのカーボンバックのロードなんですけどね。それでこの島2周するんだそうですよ、トライアスロンでは。私が3日かけて回ってるこの島を、トライアスロンの中の2番目の競技のバイクで2周するんだそうです。ふざけんな。お、なんか商店街出てきた。商店街かな。そう、トライアスリート。よっと。そんでこっちでいいのかな。ダイヤ焼酎、民宿もありますね、あっちの方に。この辺り確かユース以外にも3軒宿があるって言ってましたね、ご主人が。で、ユースのご主人めちゃくちゃ精力的な人なんですよ。ユースまで
ニート当人。ああ、この辺りか、あの三井楽商店街っていうのは。昨日ちらっとこっちの方に来てみたんですけど、商店街見当たらなかったんで、あれと思ってちょっと奥の方にあったのか。おお、七味クリーンですね。あの30代女性がいっぱいいるって言っていう話だし、美人女性が。椿屋ってあの、これってここローカルのスーパーですよね。椿ってここのシンボルだし、でかいスーパーがこんなところに。結構新しい。そうそう、サメはどうですかね。海の方の情報はよく知らないです。ああ、もうなんで降ってんだよ。ウィンドブレーカーに雨粒が当たる音が聞こえてるんじゃないかと思います。こっちにもスーパーか。聞こえますよね。なんで降るんだよ。生理的に。じゃああなたはいいです。山田委員。おお、この辺りが一番大きいのか、集落としては。うん、身についた顔で。宅急便のロゴが微妙に違う。あのワンちゃんはモジョン。今朝のモジョンママも見てきましたよ。ももちゃんっていう。やっぱり真っ黒で、あのモジョンもそうなんですけど、モジョンってあの昨日の子犬なんですけどね、胸のあたりだけ白いんですよ。体真っ黒で。柳川柳川って土壌の柳川ですか。あれ待てよ、福岡の柳川はうなぎだっけ。あ、確かうなぎだよな。そういえば水路とうなぎの町。どうせ柳川ドンはそうですね。猫の、あー、猫の名前なんて言ったっけ。名前忘れてしまったけど、あのニュースは猫もいるんですよ。あの虎柄なんて名前だったかな。そう、猫も見ました。結構あのーどっしりとした貫禄のある、ちょっとデブってるっていう。お、今日も鮮魚店の店頭にすごいなんか鷹みたいな眼光の猫が。 あ逃げた。そこにも猫が丸まってるな。から目線の、そう、結構人間舐めてるとこありますよね。魚屋といったら猫か。おはようございます。あ、昨日来たとこだ。オリンピア、潰れたパチンコ店だ。じゃあこっから左行って、あと海沿いかな。今のとこ映像来てるんですかね。止まったコメントがないってことは。昨日この辺りは、あ、配信しなかったか。この辺りは。お、いらっしゃいませ。おはようございます。ここの島は4万6000人って聞いてますよ。確か4万5000だったかな、6000だったかな。パチ屋は、あ、来てます。素晴らしい。今回でとうとうあの都道府県全部走ったことにはなります、一応は。でも走ってないところはいくらでもあるんで。ん、空き家以上、まあでもそんなもんか。昨日あのすぐ右前方にあの道の駅が、あ、これか。何ふるさと館だっけ。遣唐使ふるさと館かっこ
昨日ここで昼飯食いました、あのバイキングで。そう、ここ今あの割と上り調子っぽい感じでしたよ、ユースのオーナーさんに聞いたところは。ところでは、あ、そうそう、あそこの食堂で食べたんだ。大空なんだっけ、私はガイキングも名前しか知らないな。ほんでもってこの海の色ですよ。海っていうか、まあ河口かな、ここは。下が白いから綺麗ですね。天気、ここもなんかそんな感じがしますね。あれは海苔じゃなくて岩が見えてるだけですね。海苔っぽいのはあまり見えないです。水が青いというか緑というか、風速6メートル。ああ、そうそう、今日風が強いんですよね。ただ南西の風だから、私が上五島に着いた頃にその風が吹いてくれれば、私は上五島の南の方の港に着くフェリー乗るんで、坂は結構ありますね。今日はまあでもわざわざ山とか登ってるからな。今日は1時間40分です。本来1時間で着くところを別の島に寄るから1時間40分もかかる。朝8時の便だったらいいんですけどね、止まったか。朝8時のやつだったら1時間で行く。ん、何が坂が岩のスペダルか今のは。ん、タイヤの空気は数ヶ月に一度とかいうレベルだな。まあ、一応硬さは確認してるんですけど、あ、今ここ忘れてた、これ空気が全然抜けないんですよね。しばらくほっといたら空気が抜けてたっていうことがまずない。長崎弁はかなり福岡に近い感じでした。なんとかゲナーとか、あのオーナーの奥さんが言ってましたけど、何々ゲナー、なんとかだってみたいな意味なんですけどね。そんなことしとげなって言ったら、そんなことしてるんだってって意味になりますけど。いらっしゃいませ。今は7度ぐらいはあるんじゃないかな。5度ほど寒くないし、10度ほど暖かくはない。ん、あ、ダメだ、すいません、車が通ったんで聞こえませんでした。で、こっから先は、ああ、ここは予定ルートだと、あのトンネル浮かして全部急度行くことにしてますけど、トンネル行きます。朝早く、あの午前中のフェリー乗んなきゃいけないです。それまでに展望台を見て、展望台標高200メートルぐらいの山に登って、で、あの港まで移動しなきゃいけないんで、港までは最短20何キロぐらい。まあ忙しい。あまり旅行で忙しいのも嫌なんですけどね。まあでもこの島に3日かけりゃ十分だろう。とりあえずただ回るだけだったら本当は1日でできる人もいると思うんですけどね。ん？ああ、聞こえなかった、すみません。次は16時台だったと思います、確か。なのでそうなったらもう向こうに着いて宿泊まるだけになりますね。フェリーの切符も買ってないし、今日の宿もまだ予約してないです。今日ほど雨やみました。だいたいここはほど行ってもいいですね。と明かりつけとこう。これ確か三連トンネルのはず。あります、短めだからかな。微妙に登ってる。
ん、あ、じゃあ違う、登ってんのか、あれ。なんかよくわからない模様が見えてると思ったら、ありがたな。こっちは水仙。何折り大ストンネル、内折り大ストンネル。うわあ、この辺りがピークか。バラモンダコ。この歩道は何だ。階段がある。またトンネルです。もう一個三つ目のトンネルです。これで最後のはず。うん、あれ、まだある。第3トンネルまであるのか。結婚か。非常識、非常識、すごい非常識だな。うん、5000万で、また綺麗に切れたな。どっからしてる？あれ？気持ち悪い。私は鈴持ってないのに鈴の音がした。取れてるかな今の。いらっしゃいませ。どうかな、これで来たかな。おはようございます。
これで今トンネル3つ目抜けました。4つ目か。こっからしばらく下りかな。来ましたかね。正月にならなきゃ食っちゃいかんのか。今トンネル3つ、あ、4つ抜けてきました。で、今4つ目のトンネルの中で、私はあの鈴持ち歩いてないんですけど、鈴の音がして大変に不気味でした。後でごあの IC レコーダーで音が取れてたかどうか聞いてみよう。3度は本当かな。屋内で3度とかあるのか。怪奇現象じゃないかと思うんですけどね。結婚する、いや、それは秘密です。そのことはまだ何も話してないので、そのことはっていう、そのあるみたいな言い方してますけどね。そう、毛布が最強ですね。昨日のユースの部屋もあの暖房を効かしたんですけど、部屋が広いせいかあまり効いてこなかったんで、結局毛布かぶってました。着る毛布、殺人毛布みたいな。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。誰が、あれ、またトンネルある。こっちだよな今ここ。昨日大丈夫みたいですね。一昨日ダメだったけど、ちょっと待ってください。白岳はどっちだっけな。白岳があるのはまだ先でいいかな。どこだっけ白岳。ちょっと待ってください。4連トンネルでした。3連かと思ったら、で、ちょっと待ってください。ですね、今日登ろうと思っている山があるんですよ。それがどこだったか。今ここで白岳はどのあたりだっけ。あ、この先だ。あ、映像来ない。なんだ。うん、この後五島市立寄宿所、寄宿のあたりかで、確か上り道は向こう側にぐるっと回らなきゃいけないよな。うん、よし。また一個トンネル抜けるんで、また音も切れると思います。大河原トンネル予定。赤ちゃんの話か。失礼ですか、すごい失礼ですか。うん、あれは野焼きかな。野焼きっていうのか、いや、おお、燃してる燃してる。標高200メートルぐらいです。白竹展望台っていうのが、山頂に展望台があって、写真見るとかなり良さそうでした。まあ、この天気だから青空は見えないんですけど、まあ、眺めはあるはず。で、それに登ってると残り30キロその海岸沿いぐるぐる走っていってる余裕はなくなるかな。フェリーの時間まで2時間半ぐらいか。残りフェリーの30分前に着こうと思ったら、やっぱりショートカットかな。青空は浮かんでないですね。まあ今日雨が降ってないだけだいぶマシ。の延長動いた。切り替わらない。じゃあちょっと配信画面見てみます。でも多分これ電波
が足りてないだけだと思うんですけどね。結婚するネタはどこからの話なんだろうな。どこから漏れた。ああ電波っぽいですね。こっちちょっと待ってください。もう一遍あれ延長したと言ってるのに延長時間が反映されてない。ちょっと今再生特集ですっていうのは放送にも乗らないし、 YouTube 動画に向かって喋っても意味ないな。タフな子供を育てるっていうのすごいキャッチだ。タフな子供を育てる川原小学校。あれどうなってる。コメントが読めてない。ちょっとツール再起動。こんなことやってる間に。合力は荷物背負う人ですね。あの背負い子で荷物を山の上に担ぎ上げる人のことだと思ってますけど、音声だけかな。ダメですね。電波の問題だからどうしようもないです。私のせいじゃないです。私は悪くないです。映像は、まあ、1万円は言ったかもしれないですけど、あと音声ですよね。できることは全てやった。ん？ノーネイン。来てますか？そんなはずはないと思うな。他に、外にか。白竹どれかな。ナイスロード。あ、そうだ、止まった時にやろうと思って忘れてた。 GoPro に雨粒がついてると嫌だから。大丈夫かな。まあいいや。会話とはラジオで。でも本当になんかこういうむちゃくちゃ電波が、朝からです。スライドショー来てるだけマシだよ。あのこの数日間の配信のことを考えると、音声すら言ってなかった時間が相当ありましたからね。コメントスキルで白石の友綱石、自衛官募集、タフな子供を育てています。この近くのあのさっき通ってきたあの川原小学校ってとこは、タフな子供を育てる川原小学校って書いてあって、どんなすごい環境なんだろうと思いました。あ、画質ですか。いじったら多少は来るかもしれないですけど、まあやってみますか。ちょっと後で。
音声に振りすぎかな、これだと。音質落とすといってもなんか有効なのかもしれない。終わりましたね。あと2時間ちょいで港に行っとかないとまずいんで、山登った後はもう海沿いのギザギザの道は通らずに、内陸の方直行ですね。タフな子供、それタフな環境なわけですよね、おそらく。入学した子供に対して卒業できる子供は1割満たないみたいな。いや、卒業するときはもう全然子供じゃないな、それだったら。ん？給仕？給仕？石原慎太郎、あ、そんなこと言ってたんでしたっけ。で、白竹、あっちに見えてるあれか、画質ではか。美人が、これでよし。これ以上下がらないとこまで下げました。これで文句ないでしょう。展望台見えなくなった。おはようございます。音声もか。今は画質と音質の、バランスは中ぐらいに戻して、止まってますか。これ以上画質は下がらないです。映像が出たとしても超モザイクになります。うん、お疲れ様です。これで文句ないでしょう。これでって映像いってないみたいだけど、これでも映像いかないというのは何かあるんですかね。山に、あ、今のところで向こうに抜けた方がいいかな、山登るためには。こう行ってこう行って、いや、こっち側でも変わらんな。音声画質最悪。あ、見えてますか。その画質です。電波途切れるとこはどこだったかな。今日はカクカク、どうですかこの画質。堂々の 160×120 です。動物は見てないな。そう、できる限りの、それ私としては、GoPro の方で映像が画質悪すぎ、うるせえな、画質落とせって言ったろうが、さっき言ったっちゃろうが、言ったっちゃろうが、ちょっと使い方違うな。 160×120 っていう設定ですよ今。リスナーが減ってしまう、リスナー地獄。走るなよ。うわあ、そのトンネルの所有者の方ですか。申し訳ないです、私有トンネルとは知らずに、っていう、なんか怒りもな煽り返しはどうですかね。ビギナーでも、じゃあこの場所でやってみろよ。あと何があったかな。じゃあお前がやりゃいいじゃんとか、あとはじゃあ放送見なきゃいいじゃんっていう返しがよくありますよね。まあどうしようもないんで諦めてください。しからしか声聞こえれば、いや、うん、それでは放送成り立たないのも分かってるんですけど、どうしようもないです。それだったらドコモさんに言ってください。
なんか淀んだ湾が。ここは？ん？ブハス？なんだろう。あ、VHS だな、ブハスは。3倍で撮って、しかもテープが劣化したような。ぶつけてろ。お、急に来た。じゃあみんな。噴火してない。分からんでもない。嫌なら見るな。そういうアスキーアートありますよね。電波弱いからです。この辺りはっていうか、あとは私の回線が規制食らってる可能性もあるんですよね。毎日あのドコモさんの許容量を超えて使い続けてるんで。ベータか。名前もすごいですよね、製品でベータって。ベータカムでしたっけ、名前は。うんうん、どうですかこのぬるぬる坂加減。これで文句ないでしょう。まあこの辺り自動的にあのデータの流れの速度を見て変えてくれるような機能がありゃいいんですけどね。映像みたい。ああ、向こうの道行けばよかった。向こうの道の方がいいじゃないか、これ。かくって。すいません。やった。あっちの道行けばよかった。悔しい。こっちより100倍面白そうなのに。とりあえず山の上に登るまではこのままで行っていいんじゃないかな。そこまであの景色を撮っておく的な意味で。30日、あ、分かんないですね。そこの、あ、教会だ。あれ、ん、向こうの道、あの海沿いの道はこっちより古い道で雰囲気がいいんですよ。雰囲気が。そう、メガネ外すとよく見えるんですよ。あのメガネ外すと画質が向上する生放送です。今メガネ外してみてください。びっくりしますから。泣いていいんだ。あっちは絶対甘かったはず。いらっしゃいませ。神画質ですよね。だからメガネ外すと画質上がりますから。不思議な生放送ですから。メガネ外すとって話は空手家の動画で、空手家がマイケル・ジャクソンの、フズバを歌う動画のコメントで見たネタです。メガネを外すと画質が上がる。教会っぽいトイレですね。いらっしゃいませ。ここに池があるのかな。レンズが例えが。そうですか。でも実際メガネ外したり目を細めてみたりすると画質上がって見えますよ。あれ、後藤にそんなこと言われてましたっけ。メガネ持ってたら嘘だ、そんな日本人いない。メガネかけてない日本人はいないです。あと首からカメラ下げてない日本人もいないし。あとデパなんだっけ。あ、放送、どっちもどっちなんですよね。
放送してないときはしてないときでまた面白いというか、自分の心の残り方はしてないときの方が強いですね。教会だ。基本的に中は撮影できないんですけど、計測すると交換してあげないとかすかにシルエットが分かるぐらいかな、あれだと。この距離だと教会見えますかね。とんがってるのしか分かんないですよね、さっきの画質だと。コーラか。あー、全然伝送速度上がってない。1万円行きましたか。画質上がった状態で1万円が行ってりゃいいんですけど。本当です。イヤホンつけたら規制がどうとかっていうふうに言われるご時世になったので、まあ、神奈川県とかはそれ実は該当しないんですけどね。なんですけど、まあ、あとは皆さんがその周り聞こえてることを気にしてゲスなコメントあまりしないように。こんなもんか。というわけで、じゃあもうこのまま行きますね。とんがってればよし。次、山、教会です。まだ宮倉か。スピーカー内蔵できるやつありますよね。味が、そっちかよ。なし、夢があった。確かに性能が悪い時代のパソコンの方が夢があったよ。解雇趣味。天気良くないです。日の宮からありましたっけ。あったかな。あ、で、あれです。これから登ろうとしてるとこはあそこです。あれ景色良さそうだな。あそこの山の上ピッと出っ張ってるとこあるんですけど、あれに登ります。本当登ってる時間あるかな。9時過ぎか。あ、手前から行った方がいいな。そうそう、著作権フリーなのかどうか知らないけど、なんかそういう感じの扱いですよね。回線速度、いやー、それちょっと測ったことないですけど、場所によって違うから平均値取るにはだいぶサンプリングしなきゃダメです、その場合は。1箇所で10回ずつぐらいやらないと。あれ、展望台です。これから登ろうとしているところです。登りは30分で行ければ10時に降りてこられるかな。でも30分厳しいかな。10時に降りてくればあと1時間で港まで直行すれば、選手はまあまあ、今日曇りです。ここから港まであと何キロ残ってんだっけな。ぐんまちゃんか。ブラックジャックによろしくと言われる漫画ですよね。読んだことはないけど知ってる。今はそのほぼちょっとパラパラ来てるかな。で、音は WOT のことですね、今のは。あれはなんかアニメの中のシーンを再現したワールドオブタンクス側のトレーラーがありましたね。本当になんかヘッツァーにマウスが乗りかかってた。ん、あ、なんて、
これ降りてくるから後で戻ってくるんで、そこら辺に荷物置いとくこともできるんですけどね。後ろ、ははで、今これで標高40ぐらい、残り160。ガルパンの映画があるのと、あと何があるんでしたっけ、ヘリオカオ、そこは登る、煙とかは高いところが好きなんですよ、なんとかと煙は。規制なのかもしれないし、観音山、すぞパンフロネタです。ビアンキってメーカーのカメレオンテ3っていうロードバイクです。っていうと、そうそう、イケメンと煙は高いとこ好きだから、あと一応なフォローしとかないと勘違いされるかもしれないんで、分かってって言われてるのかもしれないけど、クロスバイクです。カメレオンテシリーズはクロスバイクです。そうです、そうそう、私はなんかロードバイクを否定はしないんだけど、なんとなくなんかロードバイクに対していい思いを抱いてないように見えますよね、私の喋り方だと。個人的にロードのドロップハンドル苦手ってだけで、世の中からドロップハンドルというか、ロードバイクとかローディーがいなくなればいいのにとか、そういう考え方ではないんですよ。だけどなんかアンチロードバイクみたいな扱いされてることがある、思われてることがある。で、今回の旅行ですか、4泊5日です。で、5日目は福岡の実家に帰ります。あ、水鳥さんおはようございます。今長崎の島の方です。で、フラットっていうのはハンドルのことかな。そう、私はフラットバーハンドルの方が楽なんですよ。これ小さいですか、例えば昨日下げたっけ、いや下げてないな。あとロードバイクというか、ロードバイクのキャリパーブレーキでしたっけ、は峠の下りの時に手が疲れるのと、雨が降ってると、雨が降った峠の下りはロードバイクのブレーキはやばいでしょう、特に寒い時期だと手がどうかなります、あれ。昔折りたたみのロードバイクっぽいのに乗ってた時にドロップハンドルで峠下ったことあるんですけど、効かないですね。なんかあれは止まるものじゃなくてスピードを制御するものだっていう話を聞いたんですけど、私みたいな握力じゃ無理です、あれ。あ、展望台、あ、平地でも結構滑りますよね。とか言ったらまたロードバイク否定に追われるな。私にはその乗る体力というか握力というかがないというだけです。そう、タイヤの太さとかある程度あると道選ばずに済むんで、まあ効率悪いのかもしれないけど、あちこち走れますね。そう、8万弱で買いました。 V ブレーキ大好きです。ディスクブレーキより V ブレーキだな、やっぱり。ディスクブレーキなんてダメだね。あれメンテめんどくさいし、リンコの時になんか気をつけなきゃいけないし。お、労働のりいらっしゃいませ。労働のりの人差別したりするつもりがあるわけじゃないので、言えば言うほどなんか逆効果な気もするな。今またパラパラ来ました。ウィルブレーキ、非常
ですね。ドラムブレーキもなんか逆方向に回転させるんでしたっけ。あっち、そう、 V ブレーキの方が良かったな。今あのディスクブレーキのマウンテンバイク持ってますけど、コースターか。お、人だ。おはようございます。人がいました。誰だろう。理性。いや、今のは車で来てる人でだと思いますけどね。そう、ディスクはあの雨の日に効くっていうのは確かに効いてるんですけど、それ以外のデメリット多すぎると思うんですよね。一応食わず嫌いじゃなくて食った上で行ってるので、そんなに外してないと思う。この島出るのは午後というか11時45分のフェリーです。で、次の島へ。次の島は読み方がいまいち自信ないんですけど、中通り島かな。何のいたずら、メカニカルか。そう、部位の少ないですよね。いや、今は峠ですね。峠というか展望台目的です。そう、油圧はなんかちょっとした調整もしづらい感じですよね。まあ、そのメンテ素人から見れば。そう、油圧のやつ。パンチブレーキを上から引っ張るやつでしたっけ。何を叫ぶか。まあ、電波って叫びますよね。路面、いや、今路面は閉めてないです。黒っぽく見えるかもしれないですけど、まだこのパラパラぐらいじゃすぐ乾いてしまってます。マルキンは何出せるとこだっけ。こっちディスク、そう、パナのあれが一番、あれフレーム復旧させられれば、フレームのひびを修理できれば、いや、それは、それ逆の意味で言ってないかなんか、そういう褒め方されると、逆に取ってしまいます。ん？今坂です。古い方のマウンテンバイクは、トップチューブが半周分ぐらいひびが入って、すごいいい議論がしてました。去年のあの佐渡島でも小豆島でもなくて淡路島だで決定的な異音がし始めたんで、そう、ひびがどっからしてるんだろうと思って、素直にありがとうございます。シートデシンっていうのはアマチュアの次ですかね。あ、自動延長のはずです。来ませんね。ってことは映像まだ来てるのか。パナチタン、ビッグダディは一遍も見たことないんですけど、コメントでどういう人かっていうのはおぼろげながら想像はついてます。
これはどうだろう、林道かもしれない。あけびはあれ何月頃でしたかね、実がなるのは。紫色のやつ、あけび。この小さい山で周り他の山はすぐ近くにはあったっけ。あのこの島に来てからあんまり鹿とかサラ見てないですね。ただ藪の中でガサとか言ってるのは聞いたから何かはいると思います。鳥より大きな音がした。ここは街灯ないですね。でも夜景とか見られるほどの市街地はないかな。あ、今真っ暗。ケミ、あ、意外ともう近い。まだ標高170ぐらいなのに、これ道が乗ってる先までまだ登るのか。あ、一応動きました。あれ炎上してないっぽいな。よし、おかしいな、高いとこ行ったら逆に良くなりそうなもんなのに。里帰りは明日です。うん、やっぱり延長働いてないな。あ、自動無料延長オンにしてなかった。しまった、延長オンにしてなかった。危ない危ない。体重、この旅行でも増えてると思います。今日狙ってる宿も夜夕食に焼肉たらふく食うみたいなとこなんで、フェリーターミナルに着いてから、あるいは向こうに着いてから予約しようと思ってますけどね。まだやっぱ結構あるな。てかあれ登れるのかな本当に。給食、そうですね、昼飯も今こっちは135度出てますね。今ここかな、125m は。あれ展望台なのかな、なんか電波塔みたいに見えます。パスタ、今回自炊装備も何も持ってきてないです。なんか電波塔っぽく見えましたね、今近くで見ると。地図の道なくなりますよね。南京城、なんかあのか怖い。駐車場かな。椿林管理地区ん？道肉が？あれ違うの、まだ上まである。どっちだ。農協、あ、なんかそんなのあったな。登山口左はん？展望所ですね。こっちでいいのかな。おお、景色見え始めてしまった。
大東城、ああ展望の、大して変わらん気がするな。ここに、あ、ここですか。ヒヨドリが。坂道、あと100メートル、200メートルぐらいだと思いますけど。いや、もうちょっとあるか。500メートルぐらい、500メートルぐらいあるかな、標高差からすると。山猫は見てないけど捨て猫は見ました、いっぱい。山中湖まで NHK でそういう特番やってましたよね。確かに片山右京じゃなかったっけ。知らねえ。第三環境は壊される。170。お、石の そうですか。つられですよね。実家の雑煮は昆布とあれ、昆布となんだっけ、昆布といりこの出汁取って、透明な出汁取って、で里芋、人参、椎茸、鶏肉、ブリ、スルメ、カツオナっていう地元の、ナッパと、あと、なんだっけ、餅、大根、あと何が入ってたっけ、あごだしじゃないですね、うちはいりこです。なんか展望台っぽいとこ来たけど、これが第二の方かな。かすんでるな、海の方。接地情報。昭和45年です。天気いまいち。歩いてない。でもこれから歩く。とりあえず1個目の、あ、見えますか今。1個目の展望台到着です。あっ、あ、向こう風力発電やってる。これよりもうちょっと上があるみたいなんですけどね。あんまり登山道っぽかったら引っ返そうかな。雪は全然です。向こうの方島だな。10円、これ機能してないんじゃないかな。ここは白岳展望台。パノラマ。上海は見えない。景色それなりですよね。パノラマ方向上にして。帰りは多分博多経由になると思います。明日の昼の便で上五島から出て。販売機 PM2.5 は九州だと必ず言われますよね。これは今日は単に雨がパラついてるせいじゃないのかな、わかんないですけどね。あっちの方の畑の、あの畑の模様が綺麗ですね。長崎は天気悪い、天気悪いよ。今日も雨かよ。今日も雨だったのかよ。ちょっと。
風力発電やってるってことはそれなりに風が吹き続けてるんですかね、ここは。ああ、もう雨が そう、雨の長崎、市街地じゃないけど自転車のほか玄関先かよ。今は画質は結構上げてしまってるからかな。じゃあちょっと登山遊歩道を登ってみます。山頂遊歩道、てっぺんのあれやっぱ展望台的な建物じゃなくて電波塔ですよね。SPD グスがうるさい。体重も65ないぐらいあります。64だったかな、旅行中に65ぐらいいってそう。私はリンコ袋は入れてないですね。70キロはなったことありますよ。簡単放送ないです。170弱です。168だったと思います。伸び縮みしてなけりゃ。あ、しまった、 GPS 持ってくの忘れた。もういいや。このてっぺんの分の標高が GPS ログに残らない。自転車をほっぽらかしてきました。この辺り椿ですね。縮むのか。クリップ、ああ。SPD のことをクリップレスって言いますかね。あれ登れるか、あれ。体重は今絞んなきゃいけない状態です。あ、ダメか、やっぱ階段上りはいいんですよ、下りが苦手なんですよね。下りで転げ落ちそうになる、いつも。あれ今電波いいですか。ふう、あ、寒さは今のところは、大丈夫です。よっと、いない。この塔の中には多分入れなくて、そこから展望があるのかな。あれ？あれ？あ、あ、この塔気分にはいけるのか。なるほど。上には登れないけど結構怖いな。あ、五島スカイフォール、なるほど、ここは展望台になってんのか。お、さっきのところよりちょっと開けた向こう側が、おお、なかなかですね。今ちょっと足元怖かったです。高所恐怖症気味です。アンテナがある。パノラマ方向を右方向にして、よし、お正月は餅でも食ってろ。そう、遠くまで見えないんですよね。これは五島列島福江島の白岳展望台、まあ田舎ですよね。よっと、
230まで行きました。よよし、このあの畑のモザイクはなかなか綺麗ですね。しかしまた降ってきたな。YouTube で 2,3 ヶ月後よりもっと後かも。九州島ですか。お、あそこはなんか温泉施設か。あの感じは違うかな。なんか結構広い駐車場と和式っぽい建物がいくつか固まってる。温泉にしちゃでも湯気出てないな。ふな、あ、人とあまり会ってないのありますね。昨日足湯のところでおじさんと会ったぐらいかな。さて降りる。おお、一番人気マッド&ブラッド2のゲーム動画です。あれがダントツです。私が YouTube にアップロードしている中ではフラッシュの戦争ゲームで、あのバグを利用してあの200ステージまで進んだ動画があって、でそれ編集し終わった後に YouTube でフリーで使っていい曲を合わせたら、なぜか時間ぴったりなのがあって、あとあの盛り上がるところの曲も曲調もなぜか合ってる曲があって、それと組み合わせてアップロードしてたらですね、海外の人がいっぱい見て、でコメントわんさか打ってるんですけど、私は英語のニュアンスがわからないんで一言も回答したことないです。早速見てもどうかな。164回、あの食われるっていうコメントしかツイッターでは紹介してないのに。めちゃくちゃ可愛いですよね。あの動画は20何秒しかないんですけど、してましたっけ。あ、したか、したかも。あのワンちゃんはですね、動画は20何秒で切ってますけど、あのあと3分ぐらいずっと私の人差し指をかぶり続けてるんですよ。噛み続けて、あれ甘噛みも何も歯が生えてないから本気噛みなのかもしれない。生まれてあれ何週間なんだっけな、何ヶ月かな。もう可愛くて可愛くて6万回、あ、ゲームの方ですか。短い、あ、ですか。そう、あまりなんかダラダラずっとその指をかぶり続けてる。可愛いですよね。子牛か。今日は焼肉の宿狙ってますからね、あそこに泊まれれば肉がたっぷり見られるんじゃないかな。五島牛、五島牛、あ、やっと降りてきた。じゃあとっとと港向かいますかね。子牛。おいっ子さんかわいいですね。でももうそろそろ、今何歳だっけな。もうだいぶ喋るようになってたから、この間会った時は。今はきっともうグレたりしてるんじゃないかな。グレる、グレるって今でも言うんでしたっけ。グレるの今風な言い方とかあるんですかね。あ、そうそう、ラブラドールの雑種らしいです。お父さんは純血種だけど、お母さんはラブラドールの雑種で、
なので雑種。よし、ドロップアウト9時45分。よし、おいがいます。面白そう。あんまり喋ってないですけどね。私はなんかその学生時代には結構小さな子供と遊んでたりしたんですけどね、おじさんになってしまってからはあまり可愛がれてない。おい、変なおじさんです。今ので海が青かったらめちゃくちゃ綺麗だったと思うんですけどね。そういえばホルモンはそんな得意じゃないですね。ホルモンはちょっとした臭みが気になるというか、なんていうか、あれってぐに噛み切れないから、匂いが気になるのと噛み切れないところでちょっと苦手なところがありますね。電波でもさっき途中はなかったんで、これから下っていったらさっきと同じだったらまたあまり映像流れなくなると思います。ホルモン、こう有公園だっけな、有公園焼肉、初見さんや幸せ焼肉有公園ってところを狙ってるんですけど、今日の宿としてはなんだっけ、人弁にあるって書くんだったかな、有は。三楽町、さっき出てきましたよ、三楽の有層ステロ。あれ今なんか動物いなかったか、カラスか。三楽の半島のあたりはいい、ぐるっと回ってきたけどいい感じですね。とても県道らしくない、あれ県道だったっけな、確か黄色の線で書いてあったと思うんだけど、すごく県道っぽくない細い道がありましたね。4種類の胃が堪忍袋とかがあるわけですね。堪忍袋と臭み、そうそう書いてありましたね、ブログに。モノマネですか。モノマネらしいこと一遍でもしたことあったっけ。ハクラケハマ、モジョン、モジョン、モジョモジョしているからモジョンっていう名前。モジョンのお母さんはモモっていうふうに呼ばれてました、モモちゃんって。でお父さんは鎖つながれて隔離されてる感じでした。もう私はももじゃないよ。落ち葉踏んで、そうそう、こういうとこ危険ですよね。落ち葉で滑るっていうのと、あともう一つ落ち葉の下に石が隠れてて、それでひどい転倒した人いましたからね、一緒に前走ってた人で。で、今なんか質問されましたか。同時にタスクはこなせない人間なのですいません。ちょっと冷えてきた。灯台はあれですよね、ミラクの先端の灯台ですよね。見ました。何が言いましたって。灯台とあと弘法大師の、何とか街って書いてありましたよね。なんて書いてあったかな、3文字、漢字3文字で、なんとか断崖の街で終わる3文字が書いてありました。モーターサイクル。あとは山梨県長野県境の大垂峠とかから下るときにも、崖からなんか10メートルぐらい転落した人いましたけどね。10メートルだっていうのを話で聞いただけですけど、そのカーブから崖の下に落っこちて。灯台のところは崖ってほどでもなかったような、どうだっけ。でも確かに海っぺりのその波が見え、目の前見えてたりはしてなかったような気がするな。崖でしたっけあそこで。クースサイクルワークステーションか。あそこそうなんですか。ネット評判が悪いのか。でこの先はこの道で行けるかな。待ってよ、こっちか。
した動画、ああ、まあ最終的に無事だったってことですかね。じゃあ無事じゃなかった動画を晒して人気があったりしたら問題あるだろうし。おはようございます。おめでとうございます。どんだけ時差のある国の人ですか。さて、あとは福江港までもう直行します。海沿いの道とか行かずに。なので道間違わないようにしないと。どっから曲がるんだっけな。この先、うん、湾の奥まで行ったところで間違わないように直行する道に行かないと。あいつ手をひねった。天守堂は、あ、でも武家屋敷とかちょっと見ていきたいんですけどね。福江、ん？あ、鬼岳は、鬼岳でしたっけ？まあ、ぐるっと回り込んで空港を結局見なかったっていうルートを通りました。島に来るまでにいくらだっけな、3000円、3000何百円じゃなかったっけ？ 3 時間で。いや、ちょっと。確かそのぐらいだったと思います。まあ、そんな小銭覚えてないんで、額は。もうジャンプしたらチャラチャラ鳴るような小銭は覚えてないんで。フェリーで3時間10分だっけ、3時間10分だったと思います、確か。今日もちょっと降ってるんですよね、ふざけんな。こっから右でいいかな。右でいいよな。右じゃない、もうちょい先だ。そうそう、小銭なんて。どこで泣いてる。これを右、ちょっとあのここから突っ切ってまっすぐ行ったら別の市街地があるみたいなんですけどね。そうそう、カードしか使ってないので。カード、なんかそのお金持ちのカードっていうと私アメックスっていうイメージしかないんですけど、アメックスってそんなステータスのあるカードなんでしたっけ。アメックスだとプラチナカードってイメージが。あれ、プロペラ機の音が。でも全然見えない。ん？向こう空が黒いのは北の方か。ブラックカードですか。なんかそれってブラックリストみたいなイメージあるんですけど。ポイント、ん、雲の上、あ、プロペラ機ですかね。そう、ブルジョア G ですから。そもそもブルジョアってどこの国の言葉なんでしたっけ。黒い、ん、黒いか、高級なカードがってことかな。あ、ブルジョアフランスですか。私は雲の上ですよね。中産階級、え、ブルジョアって中産階級のことなんですか。中産、中産。このブルジョア名っていうと、なんかこのお金持ち名っていう言い方に聞こえるんですけどね。ブラック、ブラックカード。あーっと、日本のマチュピチュってどこでしたっけ。日本のマチュピチュどこだったっけ。聞いたことあるんだけどな、どこだったかな。あれだっけ、犬なんとか城のとこでしたっけ。あの伊豆半島の、あ、いっぱいある。マチュピチュ、言いづらい。マチュピチュ、紀伊半島、そのとこありましたっけ。私は紀伊半島で高いところっていうと大荷倉っていう赤い岩が出っ張ってて、
そんな手すりもないそんな先端まで行けるかっていうふうに怒ったことあったんですけど。おお、これ海渡る橋か。武田城、あ、定まってないってことはいろいろ行ってるとこあるんですね。まあ自称というかなんというか。うん、梅山候補まだですね、これからですね。ここは池じゃなくて海だと思います。海の一部だと思う。天空の城、こう、うん、そう、こっちの方はあの夏場はあの30代で焦ってる女性がいっぱい来るってリユースのオーナーさんが言ってたから。もう入れ食いだって言ってましたから。いや、言ってないけど。修善寺の時ですね、自転車が落ちる瞬間の映像は残ってなかったけど、自転車が落ちるのを見て固まる私の顔は映ってましたね。もう作ってる時だった。草餅、そう、入れ食いとか言ってなかったけど。ツアー募集、ツアーか。私が過去にやった企画したことあるのは初心者向けのポタリングだけなんですけどね。それも人数多くなるとだんだんうまく取り回せなくなったり、迷惑かかったこともあったな。テントや、あ、なんかアクソうまい言い方しやがって。いいよ、さあ二人旅か。まあ、女性と二人旅だったら放送なんてしないね、録画もしないね。もうすぐ10時か。あと1時間ちょいで港まで着けるかどうか。11時ぐらいにあの港の方まで着ければ武家屋敷とか見られるんですけどね。あ、延長ダメですか。二人旅、あの時私が放送するんでバラバラに走りましょうとか言ってた時じゃないですか。延長は、あ、延長できてますね。どんな人が、確か過去に出てきた中では色白ロングだったっけ。でも ロングである必要あるのか。本当にショートもいいんじゃないかな。ショートカットも。ショートカット大好き。今日もこれからショートカット。そうそう、色白。自分はこんな日に焼ける趣味しときながら。二次元か。二次元はどれっていうのはあんまないかな。アズニャンですよね。そうそう、アズニャンというキーワードは知ってるが、天使たちの語はやばいですね。あれは非常に良くない。コンプティークとかよろしくないですね。マイチング。うちの妹色白だったかな。あ、うちの妹の話じゃないや。うるせえや、それあまり実は見てなかったんですよね、あれ。
風が収まってきたかな。あ、昔と違うんですか。今昔は今だったら一発規制されそうな内容もありましたね。御用始めは、まあ世間一般の普通の仕事始めと確か一緒です。だから一番混む帰省の日の、福岡から羽田に行くチケットはもうだいぶ早く取ってました。珍しくあっと思って。晴れですね今日は。でもちょっと夕方、昼過ぎ頃に晴れ間の予報が出てなかったのかな。確か姫始めはあれのことですよね。ゲスコメントが、このゲスが、ゲスのゲスっていう字は下のシュート書くわけなんですよ。横浜はその1月5日になるのかな。何日だっけ。チケットは取ったけど忘れました。4日だっけ。自転車始めは実は福岡の実家にいる間にスカイマークの機内市で見た東峰村っていうところに列車で近くだったら行ってみたいなと思ってるんですけどね。ただむちゃくちゃ寒そう、あそこ福岡の奥の方の山の中だし。あと機内市に乗ってた店とかも正月でやってないだろうしな。なんか駅構内に田舎の駅の 元駅員室に喫茶店というかなんか食事ができる個人の店ができてて、なんかそこでよしこ定食とかいうのやってるらしいんですよ。よしこさんがやってる店で、あのよしこ定食がえらい美味しそうだったので。あ、そうそう、腰割れ焼きのとこです。よくご存知で。それがスカイマークの機内誌で今特集されてたんですよ。よしこ、よしこ三平って地名でしたっけ。でもそこは多分まあ正月やってないですよね。でもあそこの景色はかなりグッときたんで、ああいう観光情報を見て行くっていうのはなんかすごくありがちな観光客だけど、東どこれでしょうか。紅葉きれいっていうと、私はこの間バンダイのあたり、バンダイさんの周り回って、もう1、2週間遅ければがっちり紅葉の時期だったと思うんですけどね。あれ行ったの10月末だったっけな。若干早すぎて。東峰、あ、東峰村か、今喋ってたところですね。あ、そっか、峰って書くんでしたっけ。東峰村の方は読みしか覚えてなかった。そうそう、あそこ行ってみたいんですよ。まあ紅葉はもう特に終わってますけどね。でもあそこは温泉とか書いてなかったな、そういや。行ってみたい、田舎の景色にグッと来たんで。確か段々畑とかもあるところでしたよね。段々畑というか棚田かな。ドゥンドゥンブチ、名前が面白いだけですけどね。ドゥンドゥンブチってことは滝と縁があるのかな。映ってるかな映像。ドゥンドゥンブチ、まあ寄らないですけど。実家の後、いや、いつもはダラダラしてますけどね。うん、道は結構この辺り、国道で整備されてますね。で、予定ルートだとあっちの海沿い走っていくんですけど、もう時間ないんでまっすぐ行きます。池ですかね。でもドンドンブチフォールズって書いてあったから、
通るってことは滝なのかなと思って、東峰村まあ行ったら放送しますけど、どうかな、さすがに離れてるかな、まあ実家にいる間に時間があればって感じです。1日2日空けば。去年福岡の敗戦だとどこでしたっけ、去年はこれは那覇で、あ、那覇というか伊是名島、伊平屋島で、あ、思い出した、あれか、去年の正月か、そうそう、西鉄の、あ、滝ですか、やっぱそう、フォールズって書いてあったから、そうか、去年西鉄の新宮駅から津屋崎駅の間を走ったんでしたね、そうそう、思い出した。で、最後に宮地岳神社で梅ヶ谷も使って、松ヶ谷餅か、彦にゃん川、そういえば彦さんは大昔走ったことあります、それも冬に走って、もう地面があのめちゃくちゃ雪がもう圧縮されて凍ってて、走るどころか歩く、あの足で歩くこともままならないような場所でした。で、そこでな、あの4WD の車で通りかかったお父さんと息子さんに乗せていかないかって言われたけど、なんとか行けそうなんで、ありがとうございます、でも行って、あの行ってみますっていうふうにお断りしたことがありました。でもあれはせっかくだから乗せてもらって話とかした方が面白かったかな。まあ遭難するような場所でもなかったんで、ああいう初期に自転車で走ったあたりのことは本当によく覚えてますね。あ、この道はさすがに面白みはないな、ただの山の中の国道だ。うん、彦さんの南西、ああ、そうか、なるほど、県境の、あれって、じゃあ、あれ、大分との県境でしたっけ、東峰村は。大分と福岡が接してるとこなんだっけ。あの、唐揚げで有名なあと中津とかあるとこですよね、彦さんの向こう側。福岡から見て向こう側。うん、下ですよね。ちょっと手が冷たくなってきた。フェリーは11時45分です。なので11時15分までにはチケット買わないとまずいかなってとこです。で、長崎から乗り込んだ時には自転車が一番最初乗り込んで、おはようございます、まだ船内誰もいなくて、あの無糖船室の隅っこの方を撮ったんですけど、その後バンバン乗り込んできて、帰省客が多かったんですね、多分で、割といっぱいになりました。彦さんから中津まで、でもあのメイプルやば、耶馬渓のメイプルサイクルラインっていう廃線跡の自転車道を通ればずっと下っていくだけで確か行けましたよね。途中青の洞門とか通って、まあ通ってっていうか通らない、横を通るけど。あそこのメイプル耶馬サイクルラインってところは、あの鉄道時代の鉄橋とか、鉄橋かな、 石のあれだっけ、いかにもそれらしいところが残ってて、廃線跡のサイクリングロードとしてはグレード高いと思います。ああ、指先が暖かくなった。